アルドファイル SC はカタールの首都ドーハをホームタウンとする総合スポーツクラブ。サッカー部門が著名であり、以下はそのサッカー部門に関して記述する。カタールスターズリーグに加盟するプロサッカークラブ。ホームタウンはカタールの首都ドーハである。現在のホームスタジアムはカタール首都ドーハドファイル地区にあるアブドゥラビンハリーファスタジアムであり、2013年に開場された。 1938年に、アルショルタドーハという名前で設立された警察のサッカークラブが前進で、2009年にカタールスターズリーグに昇格したのを機に、レフイアイスシー改名した。2010から11年シーズンに国内リーグで優勝し、クラブ初となるタイトルを獲得した。2017年4月、2016から2017シーズン後にアルジャイシュを併合し、 レフウィアイス C からアルドファイル SC となることが発表された。2017から2018シーズンには史上初となる無敗でのスターズリーグ制覇を果たした。なし中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。